40歳過ぎの男性っていうのはやっぱりね、男性の更年期みたいな症状になるんですよね。大丈夫よとか、きっと良くなるよとか、ポジティブなこと言われるともうますます気がめいてしまう。自分のセルフイメージの低さによってその人たちに情報が届いてない可能性があるんですよ。だから喜びも100万倍だけど、悲しみとか苦しみも100万倍になっていくって意味でライフワークっていうのは進んでいく、そういうことなんですよね。小林まどかです。本田健の人生相談ディア健、健さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、直感コンサルタントのディン・ロビンソンさんと健さんが新しいセミナープログラムを、この収録時点ではまだそれが確定はしてない状態で、でもかなり濃い予定ということなのでお話を伺いたいんですけれども、改めてディン・ロビンソンさんがどういう方なのかお話しいただけますか。リン・ロビンソンさんというのは世界的に著名な直感コンサルタントなんですね。日本語で言うと霊能師に近いような感じの方なんですけど、その人のエネルギーを読み取って、こういうことが起きそうだとか、こういうことが向いてるとか、そういったものをですね、実際にスカイプとかでもその顔を見ずに音声だけでその人のエネルギーで読み解いていくっていう、そういう才能を持った方なんですね。例えばじゃあリン・ロビンソンさんとコラボでセミナーというと、そういう直感というのが中心のテーマになってくるわけですか。そうなんです。直感とは何か、そしてそれをどうやって身につけたらいいのかってことを、僕もそのある意味アシスタントじゃありませんけど共同で、僕が見る直感をどうやって身につけるのかっていうのも皆さんにお伝えできたらなというふうに思って、共同で教えるっていう、そういう3ヶ月のプログラムなんですけど、これは3ヶ月ということで、月に1回3時間ほどのオンラインセミナーを開催する3ヶ月プログラムということなんですけれども、どうですか、ケンさん、こういう形でリン・ロビンソンさんと組んでっていうのは初めてですか。そうですね、特にオンラインではそのやったことはありませんし、なんかどうやって、うまくいくのかって、ちょっとパイロット版みたいな形でやってみたいと思います。ではぜひケンさんの公式ホームページなどご確認してみてください。それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。それではラジオネームキミさんです。質問お願いいたします。はい、本日はどうもありがとうございます。まどかさんの可愛い口元とケンさんの神秘的な目にいつも見とれております今日は18年連れ添った私の夫の相談なんですけれども、1ヶ月ぐらい前から人が変わったような、随分暗くなってしまって、お話をちょっと聞いたところ、42歳の貯金ゼロの旦那なんですけれども、カードローンで200万ほど借り入れをして、仮想通貨を購入しようと思うと、全く目に輝きがないようなことで状態で相談されたんですけれども、今の状態が彼はなんか自暴自棄になっているような感じなんです。で、2月1日にケンさんが八ヶ岳でスピリチュアルクライシスについて説明されてたんですけど、今の夫がそれになってしまってるのかなって、今私の方もそのような夫にどうやって接して前向きにやっていけばいいかなって日々悩んでおります。なるほどね40歳過ぎの男性っていうのはやっぱりね、こう男性の更年期みたいな症状になるんですよね。で、ある程度自分のなんかこう仕事の力量みたいなのも分かってくるし、こう男性としてのその自信とか能力とかっていうことに対して不安を感じたりするとこなんです。で、これは女性がでいうと、多分20歳から30歳ぐらいのその時に、なんかこう若い女性じゃなくなって、もう少しこうなんて言うんでしょう、大人の女性になっていく時に感じるような、そういうなんて言うんでしょう、若い時代終わったみたいな感覚ですかね。そういうがね、やっぱり男性の場合40前後で、40歳で厄年ですね。なので、まずそういうふうに鬱になったりとか、本当にある意味自殺されたりとかする、そういうようなこう厳しい年代だってことをまず理解してあげてほしいんです。はい。で、それで
その、ね、ずっと続くわけじゃないんですよ、これは。なぜかというと、人の幸せっていうのは10代20代でこの1回上がるんですね。だって橋が転がっても楽しいとか、なんか高校とか楽しかったりするじゃないですか。でそれが20代の辺から30代に向かって忙しくなったりとかして、30代40代って結構底辺なんですよ。で50代から上がってきて60代70代で80代になったらもう神様に近づいていくんですけど、50代後半からいい形の諦めが入ってくるんですね。うん、もう仕事もこんなもんだし、お金もないけどそれなりに幸せやだっていうふうに思えるんですよ。でも40過ぎっていうのはなんかもっとできたはずだっていうのとか、なんか何もできなかったっていう挫折感とか、自分はダメだとか、そういう自分を攻撃するエネルギーがいっぱい出てくる時なんですよね。うん、なので何はなくてもそのお互いがあればいいじゃないっていうふうにはなかなか思えないんですよ。なのでまずそういう状態にいるってことをはっきり理解してあげるといいと思います。はい、でこれでね、あんまりやっちゃいけないのは、大丈夫よとかきっと良くなるよとかってポジティブなこと言われると、もうますます気がめいってしまう。うん、だからお金がかからない気分転換をしたりとか、なんか新しいなんかこうなんていうのかな、チャレンジというか、そういったことをしたくなるまでちょっと休むとか、そういうタイミングなんですよね。はい、うん、で仮想通貨に関してはね、爆上がりする可能性もあるから、必ずしも絶対ノーとは言えないんですけど、でもまあ借金までしてするっていうのがね、そのうまくいった時はいいけど、うまくいかなかった時どうするんだってことになっちゃいますから、まあ、そういった意味ではね、そういう自暴自棄な時にギャンブルして捨ててになる人って結構多いので、もう少し自分を見つめる時間を取ってあげるといいと思いますけどね。はい、わかりました。うん、ケンさんもそういう時期は少しでもあったんでしょうか？僕はね、そうなっちゃうっていうか、そうなることを予期してそうならないように、例えばアメリカに行ったりとか、なんかそのこう大きく目先が変わることをやって結構紛れましたね。はあ、うん、なので、まあ、そういう風な状態だってことも分かってたし、その先輩から来ていくで、ね、35で来る人もいれば45で来る人もいるんですよ。うん、とか僕はで言うと40、そうですね、39から40ぐらいの時っていうのはメンタル的になんかあんまり幸せが感じにくくなった時はありましたね。そうです。そうで、まあ、今僕50の後半に入っていくので、ここからねどんどん幸せになるはずなんですよ。もう美しい諦めが入ってくるから、ね、だからなんかもっとできたはずだとかっていうのはまだしがみついてるんですよ。だから多分旦那さんは感覚的には29歳ぐらいの感覚で生きてるんじゃないでしょうか。そう思いますね。そう、はい、だからもう若くない、そしてできることできないことがはっきりしてきたから、うん、それをやっぱり、はい、自分がまず受け入れられないんじゃないかと思います。はい、うん、そうだと思います。そう思うと可愛いでしょはい、可愛いだけの旦那さんが可愛くなくなってしまったのでどうしようと思ってます毎日。うん、そうね、そういう時期はね、まあ、必ず通るんですよ。でもその時に支えられるのが本当のパートナーなので、2、30年してからあの時きつかったわっていうのを笑い話になることをイメージしてください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん質問ありがとうございました。ございました。ありがとう。それではリリーさん、質問をお願いいたします。ケンさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、私はですね、幼い頃から人間関係、特に家族関係について悩んでたんですが、まあ、ケンさんとの出会いやこれまで出会ってきた方のおかげで、この家族の楽しさ、そして喜びに気づかせてもらいました。今は家族のこの楽しさや喜びとか幸せな関係を築く方法を多くの方に分かち合いたいと思って、パートナーシップの専門家としてパートナーシップや家族関係のお手伝いをして12年してるんですが、今の私の夢は幸せな家族があふれる世界を作ることです。でその夢を実現していくためにブレーキにすごくなってるなと思うのは、もっと軽やかに、そして楽しいエネルギーから発信していくことにあるなと思ってるんですが、どうしてもしっかりしないととか、ちゃんととか、誰も傷つけないようにっていうところに、どうしてもなんかこう意識が行き過ぎて縮こまってるなと思ってます。ね、そんな時に今年のケンさんのこの手帳の中に、うん、人生の目的が人を自由にするっていう言葉があって、はい、言葉にすごく胸を打たれたんですね。なんかこう、わーっとこう光を感じたような、雷が落ちたような、なんかそんな感覚になって、この人が自由になるっていうのはこの世界のテーマでもあると思うんですが、この
どうしてこの人生の目的が人を自由にしていくんだろうっていう、このケンさんの思い、この言葉に込めた思いを聞いて、私ももっと自由になっていきたいなと思って質問させてもらいました。はい、ありがとうございます。まずね、さっきの前の質問者の方もそうだったんですけどね、あれだけたくさんそのパートナーシップに関して悩んだり迷ったり諦めてる人も多いってことをぜひ知ってもらいたいんです。で、そういった人たちに対してリリーさんはものすごく才能もあるし、たくさんの人たちを助けてあげられる力があると思うんですよね。で、さっきのパートナーの人に出会うっていうのと同じように、今度はこう起業家の人の集客とか作家の人の 読者セミナーにとって参加者っていうふうに考えていただけたらいいと思うんですけど、自分が助けられる人たちっていうのが実はたくさんいるんですけど、自分のセルフイメージの低さによってその人たちに情報が届いてない可能性があるんですよ。例えば僕の場合で言うとね、今回の本は失敗したなとか、どうせダメだよなと思ったら、例えば1000人しか届かなかった、まあ、そうなると、結局ですね、本が売れない、そして自分のいい情報なのに人に届かないということになるんですよね、はい、それと同じで、もし人生の目的っていうのがはっきり分かってきたら、自分の本がどれだけ売れるかとか、自分が格好悪くなりたくない、人を傷つけたくない、批判されたくないっていう、そう小さな自分として活動するのじゃなくて、その自分がどう見られるかじゃなくて、本当に誰かの役に立ちたいっていうふうに思うと、すごくまた器が一段大きくなるんですよね、はい、ということは、自分がなんか今までだったら批判を恐れてて、なんか小出しにしてたのに、バーンとエネルギーが出るんですよ。そうすると、例えば10人しか集まらなかったのが100人になったり、1000人になったり、1万人になったりするんですよね。なので、ベクトルがね、そのこうこっちに来ないでって、批判しないでっていう風なのか、批判されてもいいから自分はこの愛を与えたいっていう風になるのかの違いでもあるんです、まあ、そういった意味で人生の目的が本当に自分の中にしっくり落ちたら、人を傷つけてしまうかもしれない、批判されるかもしれない、自分は不十分かもしれないっていう思いを横に置いといて、自分が助けられる人に、縁がある人たちに触れていくっていう、そういう風に切り替わるって、そういうことなんです。一旦人生の目的は分かったと思っても、3回批判されて、4回批判されて、5回批判されたりすると、ボーンと落ちるかもしれない。でもね、もう一回自分がなぜやりたいのかっていう風な原点に立ち戻ると、いやいや、自分は誰かに承認されたらやるってわけじゃない。なんかね、本がベストセラーになったら本書くっていう、そういうもんじゃないじゃないですか。だから、自分がまず愛を出すっていう方向に、本当にやっていけるかどうかって、そこだけにフォーカスすることができたら、純粋にエネルギーが外に出るってことなんですよね。ほとんどの人たちはアクセルを踏みたいんだけども、ブレーキも同時に踏んでしまってるって、そういう状態なんですよ。なので、その人生の目的が分かったら、一回も悩まなくて済むとか、そんなことじゃない。何人か前の話もしましたけど、喜びも10倍になるけど、悲しみと苦しみも10倍になるんですよ。だから、ライフワークがもっともっと進化していくと、もう人類レベルの悲しみに行くわけですよね。それは例えばガンジー師匠とか、ガンディーもそうですし、師匠じゃないガンディーね、それもそうだし、そのマザーテレサとかも人類の闇とか、そういうふうなところに向き合ったと思うんですよ。だから、喜びも100万倍だけど、悲しみとか苦しみも100万倍になっていくって意味で、ライフワークっていうのは進んでいく、そういうことなんですね。だから、なんか悩みがあるからとか、うまくいかないからライフワークじゃないんだなんて、ね、小さすぎ。やっぱりその個人的なものは絶対出てくるようになってるんですよ。それは健康で出てくる、お金で出てくる、自分の精神状態に出てくるって、いろんな形で出てくる可能性があると思います。そうですね、やっぱりそのケンさんと出会ってもう15年ぐらいになるんですが、まあ、何があってもこの世界に愛を与える、癒しを与えるってことを諦めてない、やっぱりこのケンさんの姿が希望だなと思いました。ありがとうございます。そうそう、ありがとう。僕もね、ボロボロになりながらも、それを続けるってことは全然変わってないので、それがあればどれだけうまくいってもうまくいかなくてもいいんじゃないかなって思います。はい、愛を諦めない人生いきます。ありがとうございます。はい、ありがとう。ぜひありがとうございました。サポートしてあげてください。素晴らしいです。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。寺川さんという方からです。私のおすすめの本は石川和夫さんの仕事が早い人はこれしかやらない、楽して早く成果を出す
7つの原則という本です。仕事のパフォーマンスを最大にする当たり前のことながら、しっかり意識したことがないとできないことが書かれています。一番驚いたのは、著者自体が4日で8万字を書き上げているということ。行動理論も何よりも体現されていましたということで送っていただきました。そしてケンさんの選んだ今週の本何でしょうか。はい、月のリズムポケット版、ライムさんという方が書かれた本です。ライムさんといえば本当にディアケンではよくね、ケンさんもお話しされてご紹介されているんですけれども、そんなにね怖いこととかは言わないで、いつもこう優しいアドバイスをされるっていうふうに ね、 そうですね、おっしゃってますけれども、はい、この月のリズムのポケット版というものが出たわけですね。そうですね、やっぱり月の動きって結構大事 でそれをどうやって読み解くのかってなかなか普通分かんないじゃないですか、そういうのがこう分かりやすく、まとまってるんです。ケンさんもじゃあそういう意味ではこのライムさんのこういう本だったり、その月の満ち欠けから の、まあ、ある意味占星術も近いと思うんですけれど、そういうものも何かこのバイオリズムの一つとして取り入れたりはされてるんですか。そうですね、例えば今の車のカーナビってその2つのことからこう情報を得てるんですよね。一つはその衛星からサテライトからその電波というかを受け取って、でそしてその車が受信するというのと、あとは車のタイヤがどんだけ回転したかで、そのどれだけその距離へ行くのかというのを地図と照合して、この2つのところからカーナビって正確になってるんですよね。でそれと同じで、こう直感から得るものと、あと、星の情報とかそういう、こう星座とか、自分の生まれつきから何どういうふうな星が援護に入ってるかどうかとかっていうのを、僕の中ではその2つの情報、それだけじゃないんですけど、そういくつかのハイブリッドの情報を取ってる方がより正確にいろんな位置が分かりますよね。そういう意味で僕は占星術っていうのはそれをベースには動いてませんが、1つの情報として上手に使ってる方だと思います。確かに一つだけっていうよりもいろんなものを取り入れると、なんかその合致した部分ってこの円が重なるようなところが見えてくるんでしょうね。そうですね、なのでそれは別にバカにせず、例えば天気予報が当たる時もあれば当たらない時もあるじゃないですか、はい、それを見て外れたからって言って怒っててもしょうがないわけで、明日雨だよって言われたら傘を持っておけばいいわけですよね。それぐらいがすごくいいと思います。はい、さてこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。ディアケンアットマーク ieoffice.com までエピソードを添えてお送りください。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。自由とはより良くなるための機会のことだ。アルベール・カミュ。Yeah.